はい、では一組目いきましょう。一組目は街道狭間と狭間てるみ、とりあえず街道対麦です。はい、ではお願いします。テルミですね。と、麦ここのへの分からせバトルとなります。まあ、でメインキャラである必要はないんでね、サブキャラで全然やっていただいて構いませんが、さあこの2キャラとか2人のキャラで、5試合先に勝った方が勝利となります。さあ空対空からブロークンバンカーが当たらないが、どうする、おい、熱戦がして、さあジャガク三振当たっている。さあ追勝がジャンディカウンター、すべて噛み合った。一本先取したのはテルミ。さあ西かな、見えそうでしたが、おーっとバーストしていく、お互いバースト速攻でかまして、下段のガードがここで動いてしまう。具体くん、うまくいかないですね今のは。6B からそうか9まで決めて 1-1 でファイナルラウンド。ソリッドで突っ込んでくる。さあここをしっかりコンボ入れられるとでかいですが、まあ青いですけど。さあバンタイク、さあジャンビーかぶせていきます。ジャンビー通して水晶が当たってはいるんですけどね、その後は続かない。まあ恥ならね、 B ブレンから結構減るんですけど、中央だとね、どうですかね。 6C かな、投げは紫超かけー、まあですよねといった感じだが、おおおおおおよく出してますけど、ダメプレーですからね、あれほとんどね、ほぼ当たらない。勝利したのは麦ここの絵です。カウント 2-0 で麦ですね。3ラウンド目。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. そらそら。状況が変わり。カジノさん、おっと !5B が対空になる。安全帽も、安全帽子かぶってますから。ヘルメット。テレビの攻めが終わらない。骨切り返しはまあ弱いですからね。おっとダウン取れないか、ジャイアンが当たって
ちゃんとって全然ケアするが伝わっているな、ここのコントロールができない。お、入れ替えコンできない。おっと、投げスカっぽく見えたけど違ったのか。なんだなんだ、あーなんだ、消費読みか。うまい具合にコンロがしっかり繋がって殺しきれない。麦さん無駄だ。ここの絵が触って、おっと、体育空欄にしっかり合わせているが拾えない。拾えないが攻め系しているので状況有利はここの絵。おっと、中段に腕合わせたが2段目がある。消費が出なかったのかな。おっと、またやる。今度はうらー、それっぽい。これだ、麦タオカカが、タオカカじゃねえわ、麦ココノエが4本選手マッチポイントをかけていく。このまま取ってしまうのか、一矢報いられるのか。5試合目始まります。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action. おっと、何も起きないわ。直がコパン、いい加減に暴れていく。3に届かなかったですね。ゲランが取る、ラスキャンしてコンボ伸ばして攻め系。曲が投げ、ジャンディでずらして、おあ、ジャンキー、ジャンディ投げが通る。おっと、ウィルパが通ってしまった。一入れ替えコン、今度はできる。バースト、はい、投げが通るからのジャバク、これは死にました。開幕6時まあ俺もやりますけどね、ここら辺の6時やばいっす。おっと、フォローが、まあ今のは難しかったですね。正解がよくわかんない。おっと、カウンター当たると下に薄い。ゲラン取って、あー、空対空ジャンビー、ここの絵安定っぽいコンボでラン取る。ディレイ、まあ、ウェイレッパとか暴れてるしですかね。これはゲージをフルに使って殺し、おっ、ちょっとOD がラピカに化ける。投げは抜けている、お互いに、おっ、安定の5番から半額取って1アンド返していく。まあ、OD 使わない非超過球でも普通に終わってましたね。はい、拾えない、 5B が出ない。わーっ、 5B の微妙な足元無敵っぽいので避けた感ありますね。ここへの便利運び、下球出してる、中華から5番ディレイゲダが通る。こうなるとここのようなハメが始まってしまう。裏、はい、バスト、あー、前転は通したくなかったですが、まああれですね、ここの側の甘えですが、
立ち回りに戻って、おっと、ナギが化けている。ジャンビーが通る。あー、ここの絵の何かが通って超火球、あー間に合っていない。爆弾が爆発してフィニッシュですね。麦田岡香が 5-0 で勝利です。あれ、今俺田岡香って言いました？麦九重ですね。